外国承认。さて、この表情は極大生と大正丸の前面に書き込まれています。いやー、大正丸の。発見！あなたの手だった！あなたの手だ！なくなってきようとしました。極大生が勝ちました。極大生勝って7勝4敗です。この場所が入り休業の極大生。極大生は、玉垣さんがいる、この鍋屋の総監ですけども、中盤だったら受けが良くなったんじゃないですか。そうですね。決まりっていうのは頑張ってますよね。